こんばんは。いい加減配信。無責任 YouTuber、UFO チャンネルの UFO です。お騒がせします。令和5年4月16日、日曜日ですね。日曜日も8時半、そろそろ終わりかけです。乾杯です。珍しく夜配信をしてるんですけど、実はですね、ここ、昨日、今日、明日と、ちょっとハードなスケジュールで、いろいろありまして、疲れもあって どうお話していいかっていう感じですが、お騒がせですので聞き流してもらったらいいんですけど、昨日は、午前中、いつも行ってる、1ヶ月に1回定期に行ってる精神科のクリニックへ行って、先生と、お互いに 気をつけましょうという話で帰って、で、近くの、昼から空いてたので、どうしようかと思ってたら、もう家に帰ろうかとも思ってたんですけど、岩盤浴行こうかと思ってて、でもなんか雨降ってるし、まあ今日は帰ろうと思ったところへ、近くの、知り合いから声がかかって、で、いつも行く、時の、岩盤浴ではなくて、カリの方にある、三峯温泉って結構いい、落ち着いた感じの温泉があって、リニューアルして素晴らしく良くなってましたけど、そこへ行ったのはいいんですけど、帰りに 久しぶりに行ったので、ナビを入れて、エナまで帰る、道の途中で、一本、早く、右折しようとしちゃったんですね。たら、まっすぐだって気がついて、後ろに後続車がずっといたから、ちょっと待って、元の道へ戻ろうと思ったんですけど、後ろにパトカーがいたんですよ。いや、それはパトカーにちゃんと意識してたんだけど、まあいいやと思って行っちゃったら、しばらくしたら、分け寄ってくださいって言われて、おまわりさんが2人来られて、気持ちはわかるんだけど、そういうことをしてもらっては困るっていうことで、で、また間の悪いことに、免許証不携帯で、罰金になったんですけど、点数1点引かれたかな。おまわりさんも申し訳なさそうに、仕事ですのでって感じで言ってましたけど、で、帰り道を親切に教えてくれたりとか、ああいう時は、こう、右折して、そこにあるコンビニに入って回ってくださいっていうの。とても丁寧に教えてもらったんですけど、それもあって、で、次のことへ頭がずっと行ってるので、僕、いつもそうですけど、頭なんかも先のことへ行って、今はそこにいないので、ですぐ迷っちゃうんですね、とっさの時に。あっと思った時に迷って、どうしたらいいかって、冷静な判断ができなくなって、痛い思いをしましたけど、まあ、それも、まあ、
いい曲になったっていうのは、今日は天理教の上級の月地分教会の月並み祭があってから、統一地方選挙の第2弾の告示日だったんですね。公示っていうのかな？告示？どっちかな？掲示板にポスターを貼る、ボランティアがあって、それに地域の仲間と行ってきたんですけど、岐阜県ではなくて、隣の愛知県の春日井市へ、それは地域の仲間の知り合いで、応援に行ったんですが、それも、結構、大変でした。で、明日はまた豊橋。今日来られる予定の人が一人来られなくて、全部108、煩悩の数だって言ってましたけど、108枚貼らなきゃいけないところを、あと30枚ぐらい残ったんですね。で、それを2人の他のメンバーの人が明日配るっていうんで、私は一人で、豊橋まで、ちょっと、応援に行ってこようと思ってます。で、何が教訓かというと、天理教では聖人っていうことを大切にするっていうのはこの前お話ししましたけど、人となるですね。聖人の日の聖人ですけど、一筋心とも言うんですよ。無理な願いはしてくれな。一筋心になりてこいっていう三神楽とあるんですけど、一筋っていうのは一に、筋肉の筋じゃなくて、一条二条の、一条ゆかりさんって漫画家がいましたけど、あの一条ですね。条って書いて一筋心って言うんですけど、私の場合、心の中にいくつもいくつもこう、一つの心じゃないんですよ。四つも五つもあるから、その時々では、誠実に、結構能力も才能もあるんじゃないかと思うんですけど、一生懸命やるんですよ。嘘もなくね。でもそれがその、なんていうんですか。一つのとこから一つのところへ行くときに迷うんですよ。で、そこのとこに間が差すんですね。間抜けになるわけです。間で迷うんですよ。迷いの多い人間だっていうのはすごくよく、わかりました。道を間違えた時ですね。で、まあ、本当に未熟な、バカな、パトカーがいるの分かってるのに、わざわざそっちへ 戻るってバカだよな、とか、後で思ったんですけど、そんなことで本当に未熟なんですけど、で、人質心では全然ないんですよね。で、そういうことがあると、今までは、まあ、落ち込んだりもかなり後を引くんですけど、去年の、ちょうど今頃だったかな、事故した時もあって、その時以降ちょっとそういうことがあった後が、いい展開っていうか、反省もしますし、心を切り替えることができるようになったんですね。で、バイトも、新聞配達のバイトをし始めたりとか、この YouTube を始めたりとかいう流れになって、いい感じな風なので、うまく言えないな。その、いくつもある心を束ねて、で、こう、ねじって、
大きな太いしめ縄みたいな感じの一筋ごろころになっていくんだろうなっていう。で、そういうその 思わぬハプニングというかアクシデントのとかトラブルがあった時は、ぎゅっとよりがかかったっていうんですか、ぐっと力が入ったっていうふうに捉えればいいんだなっていうのは、これは言い訳のような気もしますけど、くよくよ悩んでいるよりはずっといいよなと思って、おります。この先どうなるか分かりませんけども、太いしめ縄のようにこう、一筋心になっていければいいなっていうことを今日は思って、明日は、気をつけて迷わないように、その場その場、あまり先を考えないように、多治見の孝子さんとも話した時に、素直になるのが一番って言われて、あるがままだよって言われて、それも分かってるんだよって言ったんですけど、分かってないんですよね。頭で分かってても、本当に、腹に落ちてないんで、本当に素直な人間になりたいなと、今思っております。そういうわけで皆さん、明日は多分配信はできないと思うんで、今日、明日と兼ねて、夜中の夜の配信とさせていただきます。皆さんも、日曜日、ゆっくり休んで、また来週の1週間、いい1週間にしてください。じゃあ、グッナイですね。ハバーグッナイ。ゆほチャンネルありがとうございました。さよなら。おやすみなさい。